こんにちは、萩原哲夫です。今回は、さっき行ってきた、ご近所ですけど、府中市美術館でやっていた、これですね。リアル、最大の奇抜、未知の領域に挑む江戸絵画のリアル。まあ、江戸時代の絵画の展覧会でした。オムニバス系というね、古典とかではなかったんですけど、江戸時代の、まあ割と後期の絵ですね。18世紀、19世紀の絵画による展示会でした。まあ基本、芝公館と丸山応挙がまあ一部屋ずつあって、そこが最後にあって、その前にまあいろんな作家さんの絵が飾られてるっていう、大きく分けて3セクションっていうかね、そういう展覧会でした。で、丸山応挙はですね、今年のお正月に三井記念美術館で、何点か見させていただいて、まあ、鶴の絵が多かったんですけどね。あと、まあ、国宝のあの、雪の松の絵もあったりして、まあ、でもそこで感じたら、まあ、ちょっとこう、緻密すぎちゃって、そこがちょっとね、もう少し遊べばいいのになんてその時は思いましたが、今回の丸山応挙は割とこうもうちょっとラフなタッチとかもある絵が多くて、特に気に入ったのがですね、京都の国立博物館所蔵の恋の三幅の屏風側がこう、まあ、三点一組であったんですけどね、それが非常に良くて、両脇に割と緻密に描かれた鯉の絵があって、真ん中は、なんか滝を登ってる鯉の絵なんですけど、それはかなりね、緻密さと、そのなんかラフさがこう、ミクスチャーされた絵でですね、構図も非常にいいしね、非常に大胆で、すげえなぁと思って。ちょっと丸山応挙の株が僕の中で今回上がりました。ええ。あ、こんなかっこいいの作ってるっていうね。思っちゃいましたね。あと、北斎のね、和紙の絵とかも出てたし、あと、狩野派の絵もあったんだけど、色がすごい鮮やかでね、なんかあの、リンパの影響がね、狩野派にも来てんだってちょっと思いましたね。その他にも、面白い絵があって、ちょっと待ってくださいね。まあ、カタログ買ってきたんですけど、ちょっとね、このサイズちょっと小さいですよね。なんでこんな小さいサイズしたのかね。ちょっと、ここ、もうちょっとね、やっぱ大きい。特に縦長の絵が多いんで、日本画はね。なんでこう正方形とかなんですかね。縦長にして、この縦長の絵はね、もっと大きくね、印刷してほしいよね、これね。あの、一言、申し上げれば。なんで図版が割とね、こうちっこくてね。そこがちょっと、だからもうかなーっていうふうに思いましたけども、絵はがきも欲しいのがなかったんで、まあ、やむなく、これを買ったんですけど、あ、これも良かったですね。丸山応挙のこの竜とね、虎の図なんですよね。竜子図か。丸山応挙竜子図。竜子って昔それをお相撲せました。これですね。これ、まあ当時から丸山応挙、自分のそういう緻密さをわざと意識して壊したようなこの竜の絵ですよね。そういうなんか、壊すとこもね、いいなと思っちゃいましたね。緻密さだけじゃねえんだろうね。あとね、これが良かったね。芭蕉ケース襖。鶏親子と芭蕉ってなんかね、この、フランス、襖の4枚で1枚の絵なんですけど、このですね、グリーンがね、なんかホックニーを彷彿させるんですよね。これホルムもそうですね。ホックニー的で、構図とか色合いが。で、この、こちらの鶏もですね、ひよこがいたりして可愛かった。
ですね。こうか。よかったです。とにかく、丸山応挙の、あ、いいなって、初めて思った展覧会だったんですけど。これからまたちょっとね、古典とかあるよね、これ、同じ作品。京都のとにかく、恋のやつ、これなんですけどね。これ、こっちか。あ、これか。これ3点でね。なんでこんなちっちゃく図乗せんのかね、これね。余白がなんか、下にこの文字を入れなきゃいけないっていうレイアウト上の制約があるんでしょうけど、もっとね、でかく乗っけてほしかったね。これ。3点。なんでこんなちっちゃく乗せてんのって、本当に傑作なのね、これね。京都国立にあるというんで、まあなんか機会があれば、京都国立のなんかカタログに大きいのがあるかもしれないんで、機会があれば、京都国立にもぜひぜひ行ってみたいなと思いましたけど。とりあえずまあでも、絵を見る楽しさを感じられる展覧会でした。ああ。そうですね、この、うん。やっぱそれであと、まあまあ日本人なんで、こういう季節感が出たものの、そういう空気感に対するリアリティっていうかね、それはさすがにね、あ、これって、なんか夏の絵だったりすると、その時の、なんかこう、緑の匂いとかね、そういうのをこう、ふわーって、イメージされるような絵があって、そこがまあ日本の絵画の面白いところですよね。身近だっていうか、やっぱ、これだけ近代化が進んで自然が破壊されたとはいえ、何か江戸時代とかね、そういう昔と同じものを、感覚を我々感じられるんで、そこで身近感を感じられるのが、まあ、日本の絵画の良さのうちの一つですね。まあ、その他にもありますけどね。そういうことで、まあまあ。なんか前期後期分かれてて、前期結構ね、前期しか展示されてないのもあったようですけど、それは今回見そびれてしまいましたが、まあ3月ちょっと忙しかったからね。そこはちょっと残念でしたな。まあまあ楽しかったです。とりあえず、丸山応挙いいので来てたということで、まあ収穫のあった展覧会ですね、リアル。5月6日までで、もうすぐ終わっちゃいますけど、どっか巡回するんですかね、これね。皆さん、もし、お時間があれば、入場券も700円だかで、あと、京王のなんか、パスポートカードを僕持ってるんですけど、それだと2割引きで560円で入れますので、結構お得だと思います。そんなことで、今日は、さっき見てきた、府中市美術館のリアル最大の奇抜展について語りました。このところで終わりたいと思います。ありがとうございます。